ちは。車はそこでいいですか。あ、いいですか。どうも。あ、じゃあ。お一人500円で。500円で。1000円ですね。1000円ですね。はい、ありがとうございます。それで、これね、食べ放題で、摘み取ってきたのは 100g200 円で、売るのです、持ち帰っていいってことね。はがってね。はい、はがって。はい。どうぞ。どうも。あの、佐々木翔子さんっていう人から行ってみれって言われて、そう、俺いつも行ってるからよって。打つの。横で出す。一緒に俺働いてるんですよ、佐々木翔子さんと。はい。なんか翔子さんすげえよ。だからよ。いつももらって食べてるんだけど、ちょっと取りに行きたいなと思って、来てみたす。また来るよ、来週。あ、ほんと。おい。そんなに来るんだ。みんな食い。ねえ、ここのやつみんな来ちゃうんでね。すごい。大した頑張る人でね。感じいいな。同じとこで働いてるんですよ。はい。本当に広いんだ。すごいすごい。それにもよ、団体さんがすごく今日も予定に値上げになったら、団体さん来てだいぶ少なくなりました。おお。今度はこっちの方、こっちをな、なんて、あの、乗ってくるから、手つける順番あってね。例えばこういう感じで、食べ物が、これこれ、ここがよ、ベタッとすぶりだの、これが今食べ頃。食べ頃。まあ、ほとんど布ってるのもよ。ほとんど食べ頃なのもよ。これ、スーツで今こういうと甘いでしょ。甘っ。ほう。これこれ。ほうほう。食べてみてください。うん。いろいろ、これ、種類違うもんだから、酸っぱいのもあるし、甘いのもさまざまなやつ。こう全部。どこにでもいいから帰ってください。あとスタンドにも帰ってください。はい。いっぱい食べてきてください。はい。どうもどうも。お世話になります。どうも。どれ？こういうの食べてんの？これ違うな。食べちゃった。ベチャってなってる。美味しい。なんか酸味あった。甘っ。あれ？味違うわ。よく冷凍でしか食べたことないからさ。スマホで撮ろうと思って、スマホ忘れちゃった。インスタ撮ろう。あ、あったもん。それ。写真撮りなさい。気圧になるこれ、でかい。うめ。別に、もう辛く食べていいでしょ。嫌になったね。これ、ずっと持って帰ればいいんだ。時間無制限。まず、でも食べながらこうやって撮ってればいいのか。